成功観覧車成功観覧車は成功で販売されていた公共施設用大型からくり時計である。成功の汎用型からくり時計の一つやマーチングバンド、リングリングベル、ダンシングサーカス、口術のシーソーが存在するで汎用型からくり時計の中では稼働物件が多い汎用型からくり時計の中では全滅したものも存在する。例としてマーチングバンドは 故障、撤去の個体が多く、2021年5月現在、稼働物件は確認されていない。毎正時になると、時計の文字盤が開き、オリジナルのワルツ曲に合わせて観覧車が回る。人形が観覧車に乗りながら遊び、時計上部の隠れた場所で人形が入れ替わる。人形の種類は小人、うさぎ、熊、インコ、ライオンの全5種類。 成功観覧車の BGM の作曲者は、小島由美だが、最古の答えが存在する、山沢中山店のみ、ヤンコニロビックが作曲した商業ライブラリー用の音楽が採用されている。この BGM の音源は、防災行政無線で使われているものと同じ、TOA 制音源である。富山大学附属病院、山沢中山店、足利銀行オリオン通り出張所に関しては、アシュで、 デザインや音楽が異なっており、足利銀行の個体は、オリオンくんというタイトルが付けられている。このほか、別のタイプも存在し、外装は観覧車を元に作られ、内部の仕掛けが異なる。シーソーとゴーツ市のグリーンモールに、モーリーちゃんと呼ばれるカラクリ時計が存在しており、仕掛けの一部に観覧車と同等の機構を使用した仕掛けが採用されていた。 ちなみにこちらは若干デザインが異なっており、動物の人形が宇宙服を着ていて、人形が小人に入れ替わるギミックはなく、カプセルの中に出入りするものとなっていた。なお、こちら二つの作品も小島由美が作曲している。ありがとうございます。